1000億円分のビットコインが一つのアドレスに集まりました。暗号です。9月6日にウェルアラートがこのツイートをしました。ドン。10億1814万ドル分のビットコインが未知のウォレットから未知のウォレットに移動された。10億ドル。では暗号炉自作ソフトのクジラウォッチングで9月6日の着金枚数ランキングを見てみましょう。ドン。1位は94,506枚、2位は4,881枚。ダントツ1位。桁が違うぜ。日本円にするとこうなります。ドン。1位は1043億円2位は53億円。大手取引所のウォレットには1000億円分以上のビットコインが入っていても珍しくはないですが、個人だったらかなりの大金です。参考までに8月27日から9月7日までの1位を一覧にしてみましょう。ドン。桁が違うぜ。日本円ドン。9月6日がダントツです。これはリッチリストというサイトのビットコインを大量に保有しているアドレスのランキングです。1000億円アドレスは5位。1位から4位まではバイナンス、フオビー、ビットレックス、ビットスタンプのウォレットで全て取引所です。なので1000億円アドレスは所有者不明のアドレスの世界一です。今回のような大量のビットコインが移動すると暴落を警戒する声が多くなります。なぜなら大量保有者が取引所や相対取引でビットコインを売却するために自分のウォレットから別のウォレットにビットコインを移動した可能性があるからです。では今回のビットコインの移動はどうなのか考察してみます。これはブロックチェーンエクスプローラーで見た1000億円アドレスです。トランザクション件数は23。このアドレスへの着金が始まったのが9月6日なので出来たてほやほやです。全着金枚数の 94,505 枚のうちの 94,504 枚がトランザクション1件で送金されています。1万枚以上送金したアドレスは6件で、一番多いのは2万枚。他のトランザクションは1万以下の少額送金が多いです。また、1000億円アドレスは着金のみで送金はまだ一度もしていません。このような大金と少額が混ざった送金が一つのアドレスに集まってそのアドレスから動かない状況はクジラが売るためのビットコインの移動のようには私には感じませんでした。なぜならクジラが売るために大量のビットコインを移動するなら一つのアドレスに1000億円を集約するような目立つことはせずに複数のアドレスに分散すると考えられるからです。クジラたちが売る前に警戒されて相場が大暴落するとクジラたちが損をしますからね。以上を考慮すると1000億円アドレスは業務でビットコインを集めるためのアドレスの可能性があります。多くの記事が予想しているのは1000億円アドレスの所有者はバックトのアドレスです。バックトはアメリカの大企業の ICE が設立した会社で9月23日からビットコイン先物のサービスを開始します。その前に9月6日からカストディサービスを開始していて顧客の資産を預かり始めました。1000億円アドレスがビットコインを着金し始めた日と同じです。バックとのビットコイン先物の特徴は現物受け渡しなので10月以降の決済日あたりからこのアドレスの送金に動きが出始めるとバックとのアドレスであることが明らかになるんでしょうね。しばらくはこのアドレスの動きを観察しようと思います。以上が1000億円アドレスについてです。クジラウォッチングをバージョンアップしました。今まではアドレスごとの送金枚数と着金枚数のトップ100のページが別々にありましたが、一つのページにまとめました。ページ内のこのプルダウンメニューで表示内容を切り替えられます。そして送金と着金の他に、着金引く送金と送金引く着金のトップ100も選択できるようにしました。この2つを追加した理由は、アドレスに残っている枚数を重視するためです。ビットコインは送金のお釣りも送金履歴に残ります。例えば、1億円を保有している A アドレスから B アドレスに1万円を送金した場合、B アドレスに1万円、
A アドレスに9999万円という履歴になります。なので着金または送金のどちらか一方に着目してしまうと、大量保有アドレスから少量が送金されただけで大量送金として検出されてしまいます。そこで着金引く送金と送金引く着金に着目することで、別のアドレスに実際に移動した枚数を把握できるようにしました。そして過去24時間で 2000BTC 以上の移動が行われたら、情報上に自動で警告メッセージが表示されるようにもしました。そこで開催しましょう、クジラウォッチング公開記念イベント。次のクジラのアドレス下3桁を的中したらビットコインをプレゼントと行きたいところですが、ハジコが慢性的な枯渇状態になっていて、チャットにメッセージを入れてもハジコが当たらない状況が続いています。うわー、ハジコの総発行枚数は21万枚で、現在は動画お題投票所、コインチェック上場当て大会、チームのパワーチャージにハジコを使います。みんなどんどん使ってくれ。ハジコを一定期間全く使わなかったら、エアドロップアカウントに強制送金するようにしてもいいかな。めっちゃ中央集権。どうするか検討します。アイデアがあればお願いします。以上、1000億円分のビットコインが一つのアドレスに集まったでした。また次回お会いしましょう。